アイパチまさかのスイングイップスに。どうしたんですか。テンション激低ですね。人生一やばい。今バッティング状況がついに、あの兄貴が、はい、ちょっとむずいなってあの声声して、ちょっと難しいなお前。実際見ててどう？なんかやっぱりべき論、やっぱり打つべきボール、うん、打つべきではないボールって2球あると思うんですけど、うん、例えば初球、はいはい、低めの難しいボール、うん、まあ、打つべきではないですよね、うんうんうん、確かにそれで言うと、あのこの間の試合の打席も、はい、初球の、まあ、高めの甘いまっすぐを普通に見逃した。あ、ただその打つべき高めのボールがでもね、はい、高く見えんだよね、ボール球、ボール自体が、うん、なるほど。で低めの方が打てると思って手出すんだけど、はい、それは実際ボール球だよってよく言われた。まあパスタの癖だと思うんですけど、うん、これ見てやっぱりボールを覗いてしまったりとか追いがち、顔で顔の距離が近くなってしまうっていう癖があると思うんですけど、はい、そうなるとやっぱり特に高めは覗いてしまうので、はい、目の高さに見えてしまう。つまりそれはボールで、はいはい、普通にしてればボールのボール、はい、でも顔が近づいてるだけだから実はストライクなんだと。で低めは近いから打てるような気がするんですけど、うん、まあ、実際追っているからそれは膝より下のボールだと、うん、なってしまう。難しいボールだ。本来難しいボールなんです。あ、なるほどね。あとはどんどんステップ広がっていっちゃうじゃないですか。あ、よく癖ある、はい、野球のバッティングって回転運動で力を出すものなので、うん、やっぱり回転しやすい方が本来いいわけで、足を広げれば広げるほど、うん、やっぱり回転しにくくなる、うん、じゃないですか、人間の体関節が。だから本来のその回転しやすい歩幅で打った方が力が出やすいというふうになるわけだと思うんですよね。ちょっと試合終わったばっかだけど、はい、バス行こう。行きますか。バス行こう。バス行きますか。もう行くしかない。はい。というわけで打撃矯正でバス へ。すると。先生。え？先生。あら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 。あら、どうしたんですか。どうしたんですか。何ですか。何ですかじゃないですよ。練習するんですけどこっちは。練習してるんですよこっちは。すでに。何してきたん今日は。今日はこの間全然試合ダメだったんで、ストライクゾーンの見直し。ああ。本部的な問題があると潤から言われたんで。ああ。それをちょっと矯正してきました。なるほど。それどうやって矯正していくの。こまま回るように。はい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 、はい、あ、なるほど。姿勢を正しく。あ、じゃあいわゆるあれだね、腹立つのりだほうだね。そうですか。うん、駒のようにこまのように回ってくって、あれで坂本泰選手もパチッとはまったから。あ、なるほど。うん、やっぱこれですよ。じゃそれを今日やります。はい、駒パチね。駒パチ真似してくれてる。真似してる。大パチのまま。こんな感じです。はいはい。ボールをよく見たいんで。こういう。確かにな。見逃す時も前のめりになるもんな。だからパチさんによくこういう見逃し方するじゃないですか。当たるところと目が。顔とボールの距離感がこの位置。ああ、はい、身近にいすぎて気づきませんでしたが、徳さんの距離感もこの位置です。対して目で追いがちのライパチは軸が折れて体が丸まり、その中で回転しようとするためヘッドが下がりボールの下を振ってしまう。高めが間に合わない、高めがより高く感じてしまうといった現象が起きています。同時に低めのボール球にも手を出しがち。であとは開きすぎちゃって今までしか回転しないことないですよ、はいはいはい、下が、うん、そうやな、前の方にこうやってあるんで、こういう、分かります、回りきれないっていうの距離感と、この背筋をしっかり伸ばすのと、うん、やっぱ近くならないでしっかり距離がこう離れてて折れない、はい、折れちゃうんでやっぱり体が、芯を作ったまま、こう普通に平行に回るやん、はい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 、平行にぐるんって、まだそこを意識して、はい、やったら、一番、はい、と、いや、いや、でそれが後ろにかかっちゃうんで、しっかり前に行く。
あ、悪くないです、悪くない。あ、そう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 、ほら、しっかり回ってる。おお、そこでまっすぐカットできれば何でも対応できるんで。そう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 、すげえ近くで振ってるけど、近くポイントだいぶ近いと思いますよ。そう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 、あら、あらあらあら、おお、あ、まっちょ回ってる。すごく不安定な気がするけど。ああ、だから多分その今までが回らないことで下半身が安定してるっていう体になっちゃってるんで、しっかり動かす体をっていうのをまず覚えた方がいいかもしれない。まずは背筋とステップを意識していく。おう、ナイス持っていく。おお、そう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 。なんか宮崎選手とか今宮選手みたいなイメージ。あ、そう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 、今のめっちゃいいじゃん。これでな。で、力もそんなグワーって入れてないけど、ちょっと走ってる感覚ってあると思うんですよ。バットになってる。そうそうそう。今までどちらかというと棒で勝負してる感じだったんですけど、バットで勝負できてるんで。そうそうそう。変な癖を取り除くために大胆に矯正をかけて一から頑張っていきます。じゃあ、お疲れ様でした。チャリ、チャリ、チャリですよ。県内ですか。じゃあね、はい、この辺に住んでるんですか。帰ってちょっと気持ちないっていう。チャリ乗り慣れてない感じ。乗り慣れてない感じ。帰ってった。アッパレグッズが新登場です。胸に刺繍が入った2019年春モデルのパーカー。野球はもちろん、通勤通学、デート、筋トレ、買い物、外食、お花見など、どんなシーンにも不思議とマッチしてくる究極のアイテム。他にもグランドで使えるプレジャンや新たなキャップ入荷しております。チェックしてみてください。